どうも、皆さんこんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。こちらはですね、ポンド円の1時間足なんですけども、僕はですね、今日朝の5時ぐらいに起きまして、で、まあチャートをね、まあいろんな通貨ペア眺めてたんですけども、まあポンド円がね、結構チャンス相場だなと思ったんで、6時前ぐらいには、もうポンド円だけ、ですね、ポンド円だけ開いて、スタンバってました。というのもですね、まあ、まずね、まあ、この縦線ありますね、この、まあ、陰線ありますね、これここから、まあ、今日が始まってるわけなんですけども、この位置というのが、まあ、あらゆる根拠がね、まあ、集中している場面だったからということですね。うん。まあ、こっからこう、ぐんぐんね、もう上昇してくるようにしか僕には思えなかったんですけど、まあ、まず、この切り上げラインですね。これ。この切り上げライン。ここの最安値と、この下ヒゲですね。を、まあ、結んでいる、この切り上げラインに、まあ、まず差し掛かっているということですね。まあ、これだけだともちろん根拠は弱いんで、プラス、これ見てください。142円という、切り板ですね。切り板も、この下にね、待ち構えているという状況。プラスの、この波ありますね。この上昇の波に対して、フィボナッチリトレースメントをね、こう当てたときに、50%、これ、50%、要は半値ですね。この上昇の波の半値の位置というのが、ちょうど142円と重なるんですね、ここ。まあ、これら3つの根拠から、まあ、結構抵抗体になるだろうと、この辺は。うん。まあ、ここからね、まあ、どんどん下がっていくにしても、とりあえずサポートされるだろうと思ったんですね。何より、この陽線の下ヒゲ、この長い下ヒゲが結構物語っているわけですね。うん。この辺に強い圧力が、存在していますよという、まあ、ヒントをね、まずここへで、ここへでじゃないですね、まずここで一旦チャンスを与えてくれてるわけですね。チャンスというか、まあ、ヒントですね。ヒントを与えてくれてると。でその後ここから上昇しようとするんだけど、まあ下がっているっていう状況ですね。でもこの下がっているこのポイントというのが、さっきも言ったように まああらゆる根拠が集中していたわけです。このトレンドライン、そしてフィボナッチの 50% の位置、そして142円の切り板も重なってる、うん、だからここでサポートされて、要はこういうダブルボトムがね、ここでも作られるだろうということでですね、でもうちょっと待ってたんですね。そしたらもうこの陽線、この陽線が確定した時に、まあ、僕にはもうこっからダブルボトムになって、まあ、ぐんぐん上がっていくっていうね、イメージしかまあ湧かなかったんで、まあ、ここでも買いエントリーをね、入れました。まあ、正確に言うと、この陽線が確定する10分前ぐらいに買いエントリー入れた感じですね。だいたい、まあ、ローソク足が確定する、まあ、1時間足中心でエントリーする場合は、このローソク足確定する、まあ、5分から10分前ぐらいにね、エントリーする感じにしてますね。うん。まあ、時と場合によるんですけど。で、その後ですね、まあ、順調にもこう上がってくれてですね。で、決済の位置なんですけども、決済の位置を、この、まあ、チャネルラインですね。このチャネルラインに、このラインですね。このチャンネルライン。上側の。ここにまあタッチしてくるまで上がってきてほしいなとは思ってたんですけど、
要はですね、まあ、このフィボナッチリトレースメントね、まあ、こっちからこっちに向けてね、こう引いてるんですけど、要は逆当てですね。逆当てした時に導き出される 127.2% というパーセントのラインと、あとこっちの上昇のラインですね。この、あ、すいません、上昇じゃないですね。この下落の波、この下落の波にフィボをね、フィボナッチ当てた時に、こっちからこっちに向けてね、こう当てた時に、あの 88.6% のというラインですね。 88.6%、 まあハーモニックパターンでまあ使う数値なんですけど、まあ、それらがですね、あのまあこのチャンネルのこの上側のラインに来る前にね、こう要は何て言うんですかね、行く手を阻んでくるというかね、この 88.6% と 127.2% がこのチャンネルの上側のラインにタッチするまでに行く手を阻んできてたんで、まあ、ここら辺で一旦止まるんじゃないのかなというふうに思いまして、でまあ結果的にはまあこのチャンネルの上側のラインのかなり近くまでね上がってはきたんですけど、まあ、僕は謙虚にね、この 88.6% のラインにもうタッチしてきた時にもうすぐ決済しました。うん、なのでまあ取り幅としてはここからここまでっていう感じですね。うん、まあ十分だと思います。うん、でまあそうですね、今回、まあ、伝えたかった内容というのが、一番伝えたかった内容というのはね、何なんでしょうね特に決めずにもう行き当たりばったりで動画撮ったんで、一番伝えたい内容とか特に決めてないんですけど、だからもう全体的にいろいろ伝えたかったって感じですね。まあ一つの根拠だけでやっぱ勝負するよりも、いくつかね根拠を見つけて、あ、ここは底堅いなと、こっから上がってくるなっていう確信が持てた時にやっぱエントリーした方が、なんていうんですかね、その後ねちょっと下げたぐらいでも全然動じることはねなくなるわけですよ。要はそのもうここがもう底堅いと思ってるんで、その自信があるわけですから、根拠が、根拠をねたくさんまあ見つけることができているわけですね、この場面とか。なので、まあ、こんだけいろいろ、こう、要はね、根拠を、たくさん見つけることが、できてるっていうことは、どん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 、こう、自信もアップしてくる感じだと思うんで、ちょっとやそっとのことでは、ま、流されないと。要は、ちょっと落ちてきたりとか、っていう素振りをね、見せてきても、いや、もう、こっから下に来ることはないだろうというふうにまあ思いますんで、これがまあ、根拠がね一つだけしか見つけられてないのに、まあ、買いエントリーしたとしましょう。そしたらね多分やべえ大丈夫かなみたいな感じになると思うんですよね。例えばここ細かく見ていただいたら分かるんですけど、下ヒゲがねここありますよね、この陽線下ヒゲ、要はこの分ちょっと下がってるってことなんで、この下がり具合見たときに、あ、やべえと思うわけですよ。根拠がね、一つぐらいしか見つけることができてないのにもかかわらず、買いエントリーとかしちゃうと、ちょっとの下落で焦っちゃうと。メンタルがかなりやられるということですね。うん。だから、まあ、いくつも、こう、根拠を探すっていうことですね。で、ちょっともう一つね、根拠言い忘れたんですけど、これあれなんですよ。前日、ここですね。うん。前々日の、この、終わり値の位置でもあるんですね。この142円のちょっと上。まあ、142円ちょうどって言ってもいいとは思うんですけど、まあ、142円のちょっと上ですね、でも。うん。
まあ、ほぼ同値ですね。これがその前前日の終わり値なんですね。うん、でこういうね、まあ、できれば前日の方がいいんですけど、前前日の、始め値、終わり値、高値、安値っていうのも案外意識されるんですよ。この前前日。うん、まあ、前日の始め値、終わり値、高値、安値っていうのはもちろん意識されます。まあ、あと半値ですね。前日の。なんですけど、これが前前日の、始め値、終わり値、高値、安値、半値っていうのも案外意識されるんですね。で、今回はその終わり値ですね。前前日の終わり値ともまあ被っていたわけです。この1っていうのが。これでまあもう合計4つですよね。うん。4つも根拠あれば結構まあ信頼できると思うんで、まあ結構ね、こう高いロットを張ってね、入ればかけてこう、エントリーしてもいいんじゃないのかなと思いますね。こういう時は。うん。まあ、いつもいつもビビって、少ないロット数だけでずっとやるっていうのも、これFX の旨味がね、あんまり出ないわけですよ。低レバでね、低レバレッジでずっとやるんだったら、株式投資とか、別にそんなに旨味が変わらないというか、FX の、まあ、最大の旨味が、高いレバレッジですね。要は、高いロット数をかけて、エントリーすることができるっていうのが、やっぱ FX の、まあ、一番の旨味なのかなっていう気もするわけですね。まあ、あと、まあ、XM だったら、まあ、お衣装がないっていうのも、まあ、かなりの旨味にはなりますけど、まあ、一番は、まあ、高いロットでね、こう勝負して、で、まあ、瞬時にこうかなり、大きな金額を稼ぐ、こともね、できやすい、こう、まあ、トレードというか、そんな、なんていうんですかね、金融商品というか、だと思うんですよね、FX って。なんですけども、まあ、それをこういつもいつもビビって、低レバでずっとやるっていうのは、あんまりこれもこれでよろしくないんで、まあどうせね、FX というか、まあ投資をやること自体がまあリスクなんでね。リスクなので、まあこのリスクのある世界に飛び込むんであれば、その自分がね、もうチャンスだと、かなり根拠見つかったと思うような場面は、もう思い切って高いロット数張って、もう勝負してもいいのかなと思います。だから、状況によってね、そのロット数とかもね、変えていくわけですよ。まあ、どうかな、これ、上がるかな、下がるかな、まあ、よくわかんないけど、まあ、とりあえず、様子見で、ちょっとまあ、0.1ロットぐらいでちょっとやってみるか、みたいな。そういう時はね、少ないロット数でやって、で、今回みたいに、もう4つも根拠があると。もうここかなり底堅いなというふうに、思ったときはもうハイロットで攻めるということですね。こんな感じで、まあ、ロット数をうまく使い分けていくっていうのも、まあ、上昇トレーダーになるための、まあ、秘訣だったりもしますんで、よければご参考ください。はい。というわけですね。あと、まあ、フィボナッチリトレースメントを2つ、こう、使う技ですね。こういう。こっちは上昇の波に対して当ててるんですよ。逆当て。で、こっちは下落の波に対して普通にこう当てているわけです。で、この2つのフィボナッチから導き出したパーセンテージが重なっていたりする場面っていうのは結構抑えられやすかったりもしますんで、こういうところを、まあ、決済、目標に定めるみたいな、そんな感じの使い方できますよね。今回みたいな感じで。だからこれもね、覚えておいて損はないかなと思います。まあ、そんな感じですね。で、まあ、もっとね、たくさんのね、裁量トレード手法の、まあ、極意というかね。
スキルをですね、上昇トレーダーになるためのね、スキルというか、極意というか、さっきも言いましたけど、そういったのをね、きちんとね、こう、学びたいというのであればね、僕はまあ、FX 教材もね、販売しておりますんで、まあ、そちら、参考にしてもらえたらと思いますし、まあ、その FX 教材のリンクや、LINE アットのリンクなどですね、まあ、この動画の下の概要欄に貼ってますんで、よければご参考ください。で、まあ、LINE アットでは、まあ、あれですね、ご質問だったり、ご相談だったりとか、まあ、その教材に関するご質問、ご相談とか、受け付けてますんでね。で、まあ、今のところ一番、まあ、大変ご好評いただいている、僕の FX コンテンツの方がですね、昇太式12点お得セットというものなんですけど、昇太式12点お得セットですね。まあ、この昇太式12点お得セットですね、まあ、ご購入いただいている方や、まあ、あと、まあ、それら以外のね、FX 教材を購入してくださっている方はですね、その、まあ、結構その優先的にね、まあ、そのサポートというか、ご質問にお答えさせていただいていたりとか、相談に乗ってたりとか、しますんでね、まあ、それはやっぱそうですよね。まあ、教材を、買ってない人よりもやっぱ買っていただいた人をやっぱ優先してサポートするっていうのはまあ当たり前のことだと思うんで、まあ、そんな感じでやってたりもします。で、まあ、いろいろ教材の方は販売してまして、その中でも昇太式12トン特セットのお得セットというのは、まあ、一番値段の方もね、しますんで、もちろんその一番値段がするということで昇太式12トン特セットを購入してくださった方に一番ね、まあ、優先的に、サポートとか、まあ、ご相談とかね受け付けていたりとか、するんですけども、まあといっても、まあ他のね FX 教材買ってくださった方にも、まあもちろんそのサポートとかご相談とかはちゃんと、受け付けてお答えさせていただいたり、してますんでね。まあ要はその、なんていうんですかね、優先順位が違うって感じですね。まあそれは当然ですよね。まあ高い金額を払って、高い教材購入してくださった方の方が、なんていうんですかね、後回しとかって意味わかんないと思うんで、まあそれは当然のことなんですけども、まあどの教材を買っても、まあサポートやご相談とか、まあその買ってない方ももちろん受け付けてるんですけど、その昇太式12トン特セットをですね、こちら購入してくださった、方が、まあ一番優先順位は高いということですね。まあそれはあらかじめご了承いただけたらと思います。まあ、なんていうんですかね、僕、かなりね、結構、手堅くね、ご質問にお答えさせていただいたりとか、ご相談乗らせていただいたりとかしてる方だと思うんですよね。結構親切な方だと思うんですよ、僕。だって、本当に、全然質問とか返さない人とかいっぱいいますからね。その、教材とか販売してる人の中でもね。僕は昔、FX 教材ですね、まあ、たくさん買ってきましたけど、その中で、まあ、メールとか送ってもね、全然返ってこない人の方が多かったですよ。だから、メールとかちゃんと返してくれる人の方がむしろ稀って感じでしたね。だから、そういう、まあ、僕がね、その FX で勝てなかった時の、状況に比べたらですね、すごいね、恵まれていると思うんですよね、皆さんね。なぜなら、その僕と出会えているからですね。まずその僕のこのクオリティの動画を、
ただで見れているだけでも、かなり恵まれていることなんですね、これって。うん。だから僕結構もう動画、アップしてきてるんで、当たり前のように、もしかしたら感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実際これ、この、なんていうんですかね、このクオリティと、このクオリティというか、このレベルのノウハウを無料で話してる、人ってね、あんまいないと思いますよ。うん。だから、そうですね。そういった部分とかを、冷静に見ていただけたらね。うん。この翔太ってやつは、そこそこしっかりしてるな、というふうに、感じていただけるんじゃないのかなと思います。あとそうだ、前回のね、ワンピースの最新刊から学べるお話みたいな、そんな動画アップしたんですけど、結構ね、共感いただけたみたいでね、すごい嬉しかったです。うん。ワンピースはそんな好きじゃないんだけども、翔太さんの考えには共感できましたみたいな、そんなメッセージももらったりとかしましたね。うん。だからああいう、なんていうんですかね、マインドについて語ったりとかっていう動画も、これからもね、ちょいちょいアップしていこうかなと思います。こういう手法とかノウハウだけじゃなくてね、マインドとかメンタルの部分とかすごい大切なんで、うん。メンタルすごい大切ですよ。うん。だからメンタルもっとね、鍛えてほしいなって思いますね。皆さんにも。はい。というわけで今回の動画は以上です。ありがとうございました。翔太でした。